嘘の川昔あるところにお父さんとお母さんがおってそうしてかわいらしい赤ちゃんが生まれたんじゃな生まれたんじゃけどお母さんの方産後のひ立ちがあるってすぐに死んでしもうたんじゃ。 子供乳母を,んんを頼んだんんな。を頼んでその子供を育っておっただけど一日か二日したらそうしたらその乳母の人が「すいません私は乳母をやめさせていただきます」言って帰ってしまうんじゃ次の乳母を頼んだところがまた一日か二日経ったら「すいません私はどうも」 らうていただきますと辞めて帰っちう三人目も同じように「私も辞めさせて帰らせていただきます」言うもんじゃからどうもおかしいというんで三人目の馬の人に「どうして辞められるんですか?」「いや私は務まりません」「いや本当のことを言ってほしいんじゃ」言うたらいや昼間は 子供さんはすや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 気持ちよく寝とられますところが夜になると部屋中をだだだだ走り回って夜休むわけに参りません何も静かにしましょう言っても部屋中をもう隅から隅を走り回るせっかくですけど私もこのおばをやめさせてもらいたんですそうですか もう一晩だけやって,てくださいちょっとこちらからもその様子を見させていただきますから。いうことで頑丈な男を3人頼んで見ておったそうしたところが昼間は気持ちよく寝とった子供が夜になるとパッと立ち上がって。 野獣と走りっとっとっとド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 走り回るこれはおかしいと思ってその力の強い男が3人ダッと入ってその走り回ってる子供をザッと捕まえて押さえたんじゃこりゃ単なる子供じゃないぞおかしいと思って押さえておったところがだん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  人間の体でどうなってきた毛が生えてきて毛むくじゃらぬ手になっていって見たところが皮うそになったんじゃってこれが本当の嘘の皮の話うそというのはね カワウソのことなんですよで、岡山県では嘘と言ったりオソと言ったりしますねカワウソというのはイタチによく似ておってねそうして水の中で魚を取って食べるんです昔のバラシの中に魚を取ってあのカワウソが取る話もたくさんあります出てきますそういう意味ではあの私たちの身近なところにカワウソというのは追ったんですねところがね カワウソの毛というのは非常に良質な毛でしてね、その例えば首巻きにしたりそういうものにするために乱獲して、あの日本カワウソ、日本にいたカワウソというのはもうなくなるんですね。私たちは子供の時からあのカワウソが登場する昔話をよく聞いてきたんですが、実際にカワウソを見たのは初めて見たのは、えー、ベトナムに行った時にベトナムのカワウソを見て、ああこれが カオウソカというのを初めて知ったわけ。もうその頃には日本では、もうカオウソは絶滅に、あの瀕死とおって。最後までおったのが四国の高知県におったんです。で今ではもう完全に絶滅してしまいました。えー、そういう昔話の中で。たくさん登場するカオウソ。からウソのカワという話ができてくるわけですね。